怖いなあれ、来るんじゃないの、そこは。でも上から普通に来るか、あ、いけんじゃん、これいけんじゃん、いけんじゃん、うおっしゃどうもチャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、バケットスロッシャーソーダの方を使って、9番ボムピッチャーじゃない、クイックボムピッチャーをたくさん使って、クイックボムを投げまくってよ、これなかんでも打てるし、もうぐっちゃぐちゃやないかよ、ほんまに煮込みすぎた肉じゃがぐらいぐちゃぐちゃや、例えばぐちゃぐちゃや、そんなジブリナイスとりあえずあのスペシャル回しまくってクイックボムをいっぱい投げようっていうシンプルな動画なんでね、皆さん楽しんでいってくださいと。さあ行きましょうか。もうほんまめちゃくちゃシンプルですからね。久しぶりにさ、ソーダ使いたくなってさ、ソーダ久しぶりに使うんやったら何しようかなと思ったら、そんなもうクイックボム投げまくりやんということで、もうクイックボム投げまくって無駄に遊んでいきたいと思う。ほら、はい、クイックボムだよ、クイックボムだよ、いる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 、全然何もおらんということで、しょっぱなはちょっとぬり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 使わせていただいて、おらおらおら、じゃあやばいやばい、それ苦しみます、やばいわ、味方、あ、ナイス、いい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 、すごくいい味方でしょ、ありがとうございます。チャージの人おらん、大丈夫大丈夫、すごい怖いよ、俺光ってたもんねよーしね、ここぬりぬりぬり、あ、待って、来てるな、来てる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 、いけんじゃん、あ、待って待って、想定外、僕クラッシュブラスターやと思ったらエリートおったいや、クラッシュブラスターの射程長と思ったらエリートおるわ僕ちょっとベジータの存在を、エリートサイヤ人のベジートの存在をね、ベジートって金持ってるけどね、ベジータの存在を忘れてたんが、僕範囲やわ、これこれ僕コンペイトボムあるから決まりました、ありがとうございますよっしゃ、エリート来い、エリートタワー勘で持ってるけど、エリートが勝つか僕のクイックボムが勝つかみたいな、その勝負をね見たいんや。よし、いけたけど、クイックボムこれ長押しで遠く飛ぶから、ほらほら長押しで遠く、長押しで遠く、はい、長押し長押し長押し、遠くに長押し、遠くに飛んじゃいます。あれ、おれへん、あれどこ行ったんエリートどこ行った、僕見てない間にもしかしてどっか飛んでいった、これ来るかな、うーん、すごいすごい、よっしゃナイス、入り込みましたね。そう、気をつけて、エリートの、あ、でもこれ届くんじゃん、あれ、リッター。めちゃくちゃ、お、結構届くね。ちょっとデスしたら怖いんで、この辺ちょっとぬり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 して、うわー、怖いよめちゃくちゃ怖いですね。ほんで、マルチミサイルをしっかり引きつけて避けて、で、ここもさらにぬり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 させていただいて、スペシャル溜まりました。登ってきてくれへんかな、登ってきた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 、あ、バレてる、バレてる、バレてるけど、これ、ワンちゃん直撃とかで、無理無理無理、なんか当たってるような気するけど、全然無理、あ、ちょっと当たってんねんな。ちょくちょく惜しかったですね。ちょっと味方同士ここちょ危険なんで、僕ちょっと帰らせていただいてすいませんねこっち行きましょうか。僕クイックボムとりあえずクイックボムを投げまくりたいからね、ちょデスしたくないん、怖いね味方同士、ごめんね、僕ほんまビビってんねん、ほんまね、チャップめちゃくちゃビビってんねん、ほんまビビリチャップやねん、ほんまに。これでプレゼントするから、おや、決まったな、これちょっと奥目に投げてさ、こっち前に出てこやなあかん状況にして、バケツでキル取るみたいな、そういうの結構うまい、バケツの使い方ちゃん、ちょっとひらめいたけど、まあでもそんなんはどうでもいい、とりあえずあと1回スペシャル食べたいけど、ちょっと攻められへんから、いけるかいけるか、お願い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 やんお願いマイメロディー魔法ガイアってなんかドラクエの技みたいな人の名前でしたね、メラガイアみたいなさ、マヒャドですみたいな、イオナズン、イオグランデか、そんな感じ、アリアナグランデ、イオグランデみたいな、ちょっと面白くないですか、別に面白くないということでですね、3回ぐらいピッチャーでいっぱいクイックボム投げれたんかな、もうこの投げるだけで楽しめるというこの喜びを味わいましょう。では2試合目アジフライスタジアムで、今回もねバケツの中からたっぷりとねクイックボムをねもりもりね大放出していきたいと思います。さあ自分に合わせて頑張っていきましょう。とりあえずさ、あの4次元ポケット的な感じでさ、バケツからもう無限にクイックボムが出てくるんで、4次元クイックボムとかでいいんちゃうのちょっとかっこいい必殺技みたいな感じになりますやんか、その必殺技をもりもり決めていきたいと感じやんか。バケツの中にはクイックボムが無限みたいな、それビスケットやみたいな、はい、よし、いけいけいけ、ビスケットアタック、いけ、ビスケットアタック、ビスケットアタックの意味わからんけど、クイックボム、ほら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 、下下下下クイックボム投げるのに夢中でデスすると、いやもうそんなんね、これ本当はあかんけど、今回僕クイックボム投げるためにデスしていくから僕の今日のお仕事はクイックボムをとりあえず投げまくるという簡単なお仕事で、これは確実に、ありがとうございます、ジムリナイス、よし、これはもう多少たまには役に立とうかな、そういうクイックボム投げまくるというやばいプレイしてんねんから、たまには役に立つよそれ、僕も任せてくださいよ、あ、倒してくれてるのか、素晴らしいですね、ありがとうございます。でシュッて、ここ登るの難しいから気をつけて皆さん、結構落ちるからねあそこ落ちんのあるある、あ、でこれ待って、気づかれてないんで、ここちょっと役立とうかな、あ、
ちょっと一家だったの追ってもてん、大事なとこで追ってもてん、そんなことある？あるね。でこっちでボムとか投げつつこっち行こうか。待て、これデスしたらあかんよ。これデスせんようにうまいことさ、デスせんようにうまいことやってさ、スペシャルためでさ、スペシャルでさ、チャップだよってやりたいの。あ、そこおるやん。役、ちょっと役立つわ。自分ナイスやん。役立った、役立った。で、そこにもおるんで、これ近づいて、いけいけ、チャップ今こそトラップカードクイックボムアタックだ、決まりましたナイスですね。決まったーってやって決まりましたね。で、そこ、イカ忍者がいるよ、イカ忍者が。イカ忍者じゃない、イカズフィア。イカ忍者どこにおった下の敵で喜んでさ、バケツ振ってたら思いっきり抜かれるそりゃ抜かれるやないかいということ。あ、ここちょっと裏取りされた形跡がありますね。多分こんだけ塗られてるってことは多分潜伏はしてない感じするけど、オクトシューター、あー行けますね。オクタシューターか、オクトシューターってなんだまたチャップが新武器を生み出してもうたで、ということで、ここパブロの人潜伏してんじゃない。あ、そっち行ってんのか。とりあえずもうデスは許されへんて。だってね、スペシャル溜まれへんやん。スペシャル溜めさせて。僕ほんまに一人でできるもんみたいな感じで、スペシャル一人で溜めれるもんってやりたいんですよ。あ、いいとこにボム行ったわ、完璧すぎるナイスすぎる。あ、行くぞ、そこにおるぞ、そこにおるぞ。発動させて、いけいけいけ、チャップいけ、足場振って、足場振って、いけ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 、効果抜群だで、ナイスしてくれんのよな、味方の人、僕がそういうキルしたら、もうほんまにただただありがとうやん。これまたこっちばっかりね、夢中でね、見てたらね、あれですよ、ボム飛んできてね、僕やられるんですよ、リッターの人に抜かれたり。もう分かってんねんって、未来は。で、味方の人がそこで素晴らしいジェットパックしてくれてるんで、ありがとうのナイスをお送りしてですね、ここを塗りましょう。そう、そこをしてくれるから僕はこうやって裏取れるんですよね。素晴らしい、ありがとうございます。さ、塗り塗り塗りしよう。塗り塗り、あ、塗り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 塗って言ってましたやん。ちょっとあれやな、テンションがなんかすっごい勝手に上がっててんだけど、これ疲労感やばいぞ、この実況取り終えた後実況テンションのスイッチが止まらねえ。では最後はリベンジアジフライスタジアムということでね、安定のバケツからいっぱいクイックボムをパン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 生み出していきたいと思います。さあ、自分ナイスしていきましょう。さあ、行くぞ行くぞ。今までね、だいたいスペシャル3回かな、3回ずつ発動してるんで、頑張って4回目発動させたいけど、うまくいくかな、上手にできましたってしたいんですけど、だからさ、デスしたくないけど、どう、チャージャー、あ、黒ガロンの人だけ超怖いな、あの人ほんま半端ないか。あ、いけるじゃん、クイックボム、はい、クイックボム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 、ナイスだよすごかったよ、味方の人とのいい感じの連携感が刺さりまくっていい感じにいけましたね。そう、こういう感じでいこう、慎重に立ち回ろう。ほんでこの辺もしっかり塗らせていただいて、なんか誰か飛んできてるけど、スプリンクラー潰すのうまいから、こうおしゃれにちょっとボムとかで潰しておきますスプリンクラー潰すのうまいってなんなん誰でも潰せるやん、ということで逃げた自分にナイス。あ、なんかそこおるな、そこおるわおるわおるわ、味方の人、ちょっとそれ倒してあげたんやけど。あ、N モデラーか、 N モデラーって何それ。あ、これ倒せんじゃない、これバルンバルンバ、お、いや、ちょ、バルンバルンバの逆襲が、うわ、すっごい危ねえバルンバルンバすごい跳ね返りしてたやん。反抗期のバルンバルンバ、反抗期カーリングボムというね、名前を僕はね、授けたいと思うわ。なんかローラーの人コロコロしてんの怖いな、あれ来るんじゃないの、そこは。でも上から普通に来るか。あ、いけんじゃん、これいけんじゃん、いけんじゃん、おっしゃー刺さりましたね、これこれこれ、黒ガロンに勝てたこの圧倒的喜びよ。ほんでまた今更言うけど、皆さん、あのソーダの使い方、これ絶対間違ってるから真似してあきませんよ、これ。ほんで裏取りしようとしてる、え、してるよね、そこ。あ、よう見てるなー、味方の人天才すぎやん、その視野の広さ、ほんま目の付けどころがシャープですよ、これ CM 出れるね、シャープの。その目の付けどころ持ってたら、シャープの CM 出れること間違いない。やばい、いけるかいけるか。あ、上上上、ごめんごめん、味方の人、ごめん、ほんま、インク管理おじいちゃんすぎて、ごめん、インク管理、僕インク管理おじいちゃんになるんよ、ごめん、ほんまに。それはインク管理おじいちゃんシャップを許して、こっちちょっと、ほれ、はい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 、出てきないやっぱりクイックボムピッチャーがね、やばいんですよ。あいつのクイックボムピッチャー、チャップのクイックボムピッチャー半端ねえからなって多分思ってもらえてると思うわけなんですけど、どうでしょう。あ、なんかロールな、ローラー、なんか射程長い、アップー、よかった、誰、若葉か、いや、もみじ、よかった今の。なんかローラーの人こんにちはしてんな、そこ、これ縦振り、よかった、当たれへんよな、届いてたらもうやばいよ。ちょっと待って、ボムピッチャー4回いけるんじゃない、なんかこれ、これ上から来てるぞ、上から来るぞ、上から来るぞ、チャップだぞ。ちょ、ボム置いといてワンチャンキル取れちゃう、決まりました予想だろうね、これ高低差もいけるから。でもローラーがおる、あ、そう、来た来た、ローラーおるぞ、いく、これ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 なんですよ、これこれなんです、これこれがやりたかったんです
ありがとうございます。すげえいいな。もうなんか勢いでなんかガチャガチャでできるから、なんかもう何も考えても楽しめる、素晴らしいんですよ。これはやられそうやな。もうちょっといや、インクしっかり回復して、こっちから来たこのガロの人をここで華麗に倒すというカレーライスアタックを、あカレーライスアタックとかいうしょうもないこと言ってるから、普通にしょうもないねんっていう感じで突っ込まれてデスしましたけれども、無事にリベンジできたんで、これはもうありがとうチャップと、ありがとうセンキューチャップだよという言葉をねお送りして終わりにしましょう。めっちゃいい。皆さんとりあえずアホみたいにクイックボム投げるのもね、たまにはすごい楽しいんで、ぜひやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。